Uber Eats と YouTube で稼いで人生を楽しもう。8時10分です。体が凝ってるな、まだ運転抜かれで。朝飯、もう簡単な朝飯にして早く出発しましょう。ラグがいない。11分、ロッテリア海浜幕張店。これで一回撮ってみよう。服にね、これでくっつけてます。今ちょっとね、ちゃんと撮れるかわかんないけど、棒を持ってくるのがめんどくさくてね。一回撮影してみよう。正面だけは撮れると思うんだよね。まあ正面とサイド。もう誰か釣りしてるわ。いいな。気持ちいいだろうね。今日もね、今ね、これが8時50分ぐらいですね。昨日はダブルからスタートだったけど、今日はまあとりあえず今のところシングル。またロッテリアで飛ばされて時間無駄に使うっつうのは嫌だけど、この時間ほぼロッテリアとかしかならないから、まあしょうがないっちゃしょうがない。運よくね、ホテル案件とかだったらいいけど、まあそううまくはいかないでしょう。今日が、クエストが残り26の41で、今日26取って75にしちゃえばクエストの下っ側が取れますね。75、90でやってるんで下っ側が取れる。なのでもう今日を確定させておきたい。もう昨日と同じ回数の26回を目指します。また夜9時過ぎまでかかっちゃうかな。なんかグラグラしてて不安だなこれ。で今日も、今日もっていうかこれからもね、ほぼ30キロで走っていきます。スピードがね。そうすればね、一日中走れるの分かったから、この宇多瀬の細い道とかそれで走るの後ろからのプレッシャーがすごくて嫌なんだけどね。まあ今のところ何もいないからいいよ。運転が上手い人だったらね、普通にねかわしてってくれんだけどね、運転が下手な人が後ろにつくとね、ずっと後ろにへばりついてくからね、余裕で通り抜けられるスペース開けてんだけどね、やっぱり普段しょっちゅう運転してない人はダメだろうね。まあこっちも引かれんのも嫌だしな。
あとはとりあえずあれだな、ドリンクホルダーを早くつけてえな。ドリンクホルダーってどうやってつくんだろう、基本バイクってつける場所なんかないんだけど、別に。ミラーかなんかにフックかけてぶら下げるとかだなのかな。両面テープだとなんか不安そうだしな。一回バイク用品店に行ってみたいね。どういうものがあるのか。ちょっと原付で行くのめんどくさそうだからな、車で行こうかな今度。エリアちょっと歩道に止めてみましょう。昨日のやり方のあの後ろの駐輪場、あそこでも行っちゃいいんだけど、ちょっとずつ近づいてってみよう、歩道とかに。車道だけはとにかく止めないようにね。歩道の端っこの邪魔にならないとこに。だんだんね、海浜幕張周りの道が、まあ、バイクでね通る道が分かってきたから。昨日駅前さ、俺が走ってたらさ、目の前の車が一般車入れないバスのロータリーに余裕で突っ込んでたけどね、ゴキブリホイホイに。やっぱ一般の人は入っちゃうよな、あれ。動画で何回も言ってっけど、分かりづらいもんね、ロータリーに車入れないって。
ロッテリアがダブルになりましたね。ラッキーラッキー、今日もダブルからスタート。これでこそね、朝活した甲斐がありますね。この後が昨日なんなかったからな、この後もサクサクなってくれればね。まあどうせロッテリアで飛ばされるんだったらダブルの方がいいよね。どうせ飛びますから。両方ともホテルとかねえかな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。2点です。ケミ川と幕張だ。ケミ川から行くか。せ。2日間気にしてなかったけど、すげえこの BM なんだよこいつ、排気ガス真っ白な煙ずっと出て、くっせ乗るなこんなん、ほんとめっちゃくせえ。すげえなこいつ、うわくせえ、耐えられねえ。こいつどういう経緯してんの。よし今日は3軒目すぐなった。幕張唐揚げで3軒目、ピック3分。よかったよかった。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。ウェイツです。はい、4軒目ピック10分。吉野家幕張店っていうか、ここケミ川なんだけど遠いな。お疲れ様です。ウェイツです。このボックス便利だな。味噌汁とかにカレーが入ってるからね。本当助かる。タオルとかで、ね、固定して跳ねないように。ウーバーからね、昨日の夜9時と、あと今日さっきもねまた書類送ってくれって来たんですよ。
まあ、もちろんねもう全部送ってあるしで稼働もできてるし何の問題もないんですけど、もうね鬱陶しいから電話したんですよ今またサポートに。そしたらね、あの1週間ぐらい送られちゃうかもしれないですけど無視してて大丈夫ですとのことで、もしねそういう感じで悩まれてる方がいたらそれが答えらしいですけど、まあ多分それで大丈夫だとは思うけどね、その話聞いたこともあるから、もしかしたらまた別のことかもしれないですけどねって感じです。クエストはね週末も出たから、俺はクエストこのまま出続けるのは大丈夫なのかな。特にクエストが出ない期間っていうのは今回はなかったかもしれないですね、もしかしたら。まあちょっとまだ様子見ますけど、今週はとりあえず両方出ましたね。両方取ろう、10万超えるな両方取ったら、最高だね。やりましたね。10時半になって5軒目ピック4分マックていうか、これ結構振動あるんだけど、あれだね、手ブレ補正でちゃんと補正されてるね。前のカメラの時はねもうバイクの振動もろに映像に出てたけど、すごいねやっぱ12 Pro Max。お疲れ様です、ウーバーイーツです。6軒目ピック3分ケンタッキーケンタッキーの処理をしますか。あーどうせだったらなダブってくんねえかな、なってくれ。あー今日順調に取れてるから飛ばされないでほしいな。やりました、ダブルになりました。到着寸前でね、よしよし、ケンタこれがあるからいいね。バイクの場合は本当ダブル歓迎ですよ。まあ、どっちにしても飛ばされたら時間は食らうんだけど、まあ体力的にはね別に減らないからね、とにかく件数を。お疲れ様です。ウーバーイーツです。2件です。すげえ遠いの来た。京成大久保の駅の近くと、みもみのずっと奥。なんか自衛隊の方まで行く。自衛隊の方のマックまで。はっ！これぞバイクって距離来たな。うわ、これ1時間で行ってこれっかな。最悪。今10時59分だがちょっとどれぐらいで行けるか見てみよう。レッツゴー。ラフィーとか前食らってたけどね、大久保みもみ。あーマジか、これで俺はまたしばらくケンタは取りたくなくなる。バイクだからって嫌だよやっぱ。まあこれがねダブルで2軒行って40分ぐらいで済めばまだ行っちゃいいけどね、この距離でも。とてもそうは思えない。およそ600メートル先右方向です。いやー大久保からね東奈良市にかけては桜が見事ですね。めっちゃ道としてはねいい、桜吹雪の中走る感じで。それにしても遠い。すげえ、奈良市の高校があった。サッカーも野球も有名だからね。めっちゃいい芝でサッカー練習してた。すげえな、初めて見た奈良市の高校。なんか鳴ったから撮ったらマックだった。こっからピック2分マックの東奈良市の何軒目だろうね。8軒目ぐらいかな。ダブルで2軒目の家にたどり着いたのが35分だからね、まあ、これで幕張戻ってだいたい50分ぐらいで行けそうだね、あの距離で。いい感じだねバイクはやっぱ。いやー全く知らないエリアに来てしまった。マック東奈良市の店。変なとこ飛ばさねえといいな。
疲れ様です、ウーバーイーツです。いやすげえとこ来ちゃったな。なんとか今53分だから11時53分、11時台で3件になったね。見もみで1件取ってよかった。で今から、幕張に戻ります。もうこれ以上はやんない。こっちでちょうど帰り道バンカラが鳴った。9軒目バンカラ竹石店、いいね。ちょうど帰り道だし、またこっちに舞い戻んなきゃいいけど。初めてだな、何気に。お疲れ様です、ウーバーイーツです。やったぜ、幕張6完璧だね。大久保周りでぐるーっと見もみ通って一周してきた感じ。右方向です。その先左方向です。12時20分今幕張の公園に戻ってきてね、海浜幕張が3連続でなってる感じかな。とりあえず一旦これ食ってから考えよう。結構今連続で長距離走ったからエンジンちょっと休ませて、近場のピックはねなってくれるといいけどね。めっちゃ混んでんな、プレナ。あ、ウーバーイーツでーす。今度ジュズった時に次の店がどこか見ることができなくなったね。そのボタン押せなくなって、押しても違う反応しちゃう。また拒否ボタンも押しづらくなったしね。微妙に位置が上になって困ったもんな。次が11軒目でピックアップでデンデレデンですね。お茶、なんとか茶。お疲れ様です、ウーバーイーツです。正解だったな。今なってね、12軒目、スターバックスの4幕張りで、お疲れ様です、ウーバーイーツです。次が12か13軒目ぐらい。まこっちゃんだね、まこっちゃん。で、さっきね、旦那さんはね、通勤の時に自転車こいでたの見たよ。すれ違った。スターバックスのイオン幕張店。
中ガソリン入れないといけないとめんどくせえな。あ、2時で鳴りやんじゃったか。今13件ですね、2時で。いや、3時までに15件にしたかったんだけどな。ダブルでも一発来ねえかな。14件目なりました。ココスですね、海浜幕張店ピック6分。よし、アイドルタイムいっぱいなってくれ。お疲れ様です、ウーバーイーツです。あ、ウーバーイーツです。はい、あ、行きたくねえか。ケンタッキー行くか。15軒目、ならねえからな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。いや、すげえ案件来たな。もう海だね、海。稲毛の海浜公園のピクニック広場っていうやつで来た。まあなんとかね、海浜大通りに出てきてもらおうと思って今メッセージ打っといたけどね。バイク置いてあんなとこ入ってるらんないわ。こうでっけえ公園長探してなんてやってらんないから。すげえな、初めてだな、こういう案件。バイク置き場に到着。すげえ面白いから行ってみるか、海浜公園。本当に困ったな。外人さんだからね、メッセージ返ってこないし電話も繋がんなそう。もう撮影しながら行ってみっか。どうやって探すんだよこれ。敷地がさ広大すぎて探せねえよ。こんな電話もね、一切プルルルもなんないタイプの電話。外人さんってそういうの多いんで、どう探すんだよこれ。ひでえ案件引いちゃった。受けるマジ。あ、すいません、今ですね、あの配達中なんですけど、広大な敷地の公園に あのピン打たれまして、で電話もつながんない外人さんなんですけど、メッセージも見ない。はい、とりあえずピンの近くまで、まあ俺バイク配達なんですけど歩いて行くしかないんですか、そういう場合は。広大な敷地の公園のど真ん中ぐらいに。はい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 。で今ケンタッキーを運んでて、で、はい、とりあえず今探しながら歩いてはいるんで、見つかるかもしれないんですけど、もし見つからなかったらもう10分ぐらい経ったらもう終わりにしちゃってもいいんですか。はいはい。いや、これあの電話が一切つながんないやつですね、最初から。だから起動できないやつですね。はいはい。あ、かけてみてください。はい、その間今探し続けてるんで。本当受ける。何この案件。はいはい、お願いします。見つかるわけねえだろ、こんな。しかも電話もつながんない、メッセージも既読になんない。帰ろう。はいはいはい、感じですよね。はい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 、
はい、大丈夫ですよね。はい、あ、わかりました。はい、配達完了は三角形のところでしたっけ。いやー、ひでえ注文だったな。マジありえないんだけど、何この注文。8ピースパックでポテトが2つぐらいと、あとなんだ、なんか入ってたな。あー、もうすげえ荷物ね。そんな食えねえよ。途中で誰かに会ったらあげよう、半分あげよう。行きましょう。お疲れ様です。ウーバーイーツです。今日はちゃんとバイク配車っていうかね、バイクの人用の配車みたいな感じで、長距離多いよね。さっきも7キロだしね。普通にね、本当ああいう配車になっちゃう。時間3がきついね。時間にも本当いけるかどうかがね。ドアが閉まります。マジでさっきなんて俺公園さまよってで7キロ走って47分使ってっからね。47分、困ったもんな。実際もっと使ってると思うけどね。1回です。17軒目ピック5分スターバックスワールドビジネスガーデン。ああもうマックとスタバだけでいい。マジでじゃないとすぐ飛ばされちゃうからな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。18軒目ピック1分長時間志望。よしよし、5時台も鳴ってるね。4時台も5時台もいい感じ。お疲れ様です。ウーバーイーツです。バーの名前で注文来てるから何かと思ったらホテルだ。ホテルのバーの名前で登録した。まあ外で受け取るになってるから大丈夫でしょう。随分この時間珍しいね、ホテル案件。ありがたい。19軒目ピック1分ミッドツリープレナマ回転。ツリーは行くのが面倒くせえな。駐輪場止めてから。お疲れ様です。ウーバーイーツです。花園飛ばされた。ミッドツリー外から入れるようになってたわ。この前入れなかったのに。それならよかった。
花園かよ、開幕なんだ、せっかくずっと最開幕に入れたのにな。20軒目がピック5分でマクドナルド用稼働、花園飛ばされて戻ってたらなったわ、ラッキー。お疲れ様です、ウーバーイーツです。21軒目ピック1分すみれ、お疲れ様です、ウーバーイーツです。22軒目ピック6分ココス鍵まかれて、ダブった。22、23軒目ピック6分ココス鍵まかれてダブルね。しかもねダブルで3品だった、2つ合わせてラッキー。お疲れ様です、ウーバーイーツです。よし、ラッキー、幕張5丁目と4丁目だ、超ラッキー。今ね1個しかできてないって言うけど、後から入った方ができてる感じになってっから、いやもっと前に入ってますよって言ったら見つけたらしい。4軒目ホットモットピックロップ竹石店、ダブルになんねえかな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。ピンがそこら辺に刺さってて、でアパートの名前がここについてて、で実際はここっていうね、ありえない、めちゃくちゃだ。やった、洋華堂にトイレに寄ったらマックが鳴った、やったぜ。さあこれで残り1になるね。よっしゃ、次もマックで終わりがいいな。予定よりちょっと早いね、さっきダブル取れたのが良かったな。詳しくは電話ボタンをお願いします。お疲れ様です、ウーバーイーツです。なりました、26軒目バーミヤン幕張店、これでラスト、よっしゃ。で今もうすぐ8時になるぐらい、いいね。なりました、バーミヤンピック4、これで26件目で、終了、今日の、ね、予定で。クエストも75も取れた感じになります。最近バーミヤン飛ばされるから怖いっちゃ怖いけどな。行きましょう、今ちょうど8時ぐらいで。
今日は26件で、クエストの75がクリアちょうどなったんで1万2000円ちょっと入って全部で2万6000円ぐらいでしたね。いやーいいねバイク、3日間でクエスト75取れたよ。でクエストが次残り15で90になってさらにプラスいくらか入る、4000円ぐらい入るのかな明日ね。あと残り15です。よしよしよし、これで明日ちょっとゆっくりできるな、15で終わればな。いや今日アイドルタイムがねそこまで止まんなかったからよかったね、ラッキーパターンでした。途中激しかったけどね飛ばされ方が、ほんとマジで公園さまよった時間もあったし、あれは参ったねマジで。7キロ走っていってずっと公園さまよってってありえないね、いい加減にしてほしいわ。でも今日も昨日とか一昨日より全然早いな、1時間ぐらい早いな、よかったな。まあでも毎週このペースでやるのはなちょっと体にきついな、もう1段階落としてもいっちゃいいけどな。クエストね一番上でやっていくと寝る時間がなくなっちゃうわ、ゆっくりする時間もきついっちゃきつい。動画作る時間がなきゃね別にいいんだけどね、ついっちゃきついよな。まあ、今週だけちょっとマックスでやってみて10万円狙ってみようかなとは思ってるけど、毎週はできないかな。今日もバイクやっぱ問題なくね、ほぼ30キロ走行してたら問題なく持ったしね、調子いいっすね。あ、安全性も高まるしこれでいいんじゃねえかな。自転車こいでるのとそんな変わんないスピードはね、30キロで走ってりゃ。土日がな、土日の運転下手な人がいっぱい出てきた時はちょっと怖いな、ほんと。とにかくおじいちゃんが怖い、このねバイク稼働始めてからおじいちゃんの危ないって運転が何回もあった、ほんと本当に危ない。やっぱもう無理だよおじいちゃんには、まあ、うちの親父もねもうあの片耳聞こえないし無理だよってことで免許は更新させなかったけど、無理だよ。まああらかじめ予測してこっちも運転するけどさ、昨日みたいに逆走&バックしてくるとかさ、もう予想外のことやられちゃうとね怖いわ。バックも後ろ見ないでバックしてくるからね。
はい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 。寝てたの。ラグ。いいよ寝てて。いいよ寝てて。バイバイ。罪はねえから。